夜のクラゲは泳げないでバイク2人乗りしてバイク警察が激怒。免許取得から1年は2人乗りが禁止される模様。それを見たバイク警察が激怒。検挙されててくさ。バイク警察かっこ警察。しっかり捕まっててくさ。バイク警察かっこ追加しかと思ったらバイク警察かっこバイク警察でくさ。ほんまのバイク警察でくさ。何は露天ねん。放送中これ炎上するだろとか言われてたけど C パートで検挙されてて笑った。このバイク今150万くらいするやつだ。これ今期で一番面白いよな。ガルクラも好きやけど。免許取って速攻減点かよ。1年2万とか見た目じゃわからへんやろうし何かの合わせ技ちゃうんか。バイクの作がええな。最近のアニメはすごいな。スーパーカブと同じ鉄を踏まずに済んだな。なんでバレたんや？若すぎたから？ゲンチャリではなくわざわざ合宿してまで2人乗りできる普通に輪取ったのになんでや。ちゃんと捕まってるのはええな。野放しで終わったスーパーカブはエグい燃え方した。これ神アニメやと思うけど Y の周りだと似てる人はあんまいない。ガルクラの亜種みたいな認識だったけど見たらクソおもろい。これ思うけど1年とかどうやって判断すんの？見てわからんやろ。2人乗りのやつ全員に声かけんのん。多分タンデムの子が学生服だから不審に思われたんやろな。後ろが制服だからバレたんだろ。今季ガールズバンド系がササコイ、ガルクラ、ヨルクラと多すぎやろ。変人サラダボールもバンド始めたな。事故って死ぬ伏線やん。バンドアニメでメンバーの死を乗り越えるのはよくある。タイトルの泳げないが不穏だよな。絶対スーパーカブの炎上見てこれ作中で捕まったらおもろいやろなぁと思ったやろ。バイク警察バイク、BKB、ヒーヤ。爆音よりバイクが治安。爆音よりバイクの作が気合入ってて面白かった。ヨルクラはちょっと触れがたいところも結構ズケズケ踏み込むから好きやな。整形のところとか。前は面白いんやけど最終的にジェリーとして何か成し遂げるんやろか。それぞれの道を歩み始めてるやん。みんながそれぞれの分野からジェリー支えるプロフェッショナルになるんやろ。今期クラゲとガルクラは面白いな。免許取ってすぐ減点って点数ないから即違反者講習行きやん。バイクの作画がゆるキャンよりかっこいい。